7月3日土曜日、おはようございます。モタハシテープ株式会社代表取締役のモタハシです。今日はこのハンモックチェアのこの生地の部分を折っている手旗折り機の説明をしたいと思います。はい、じゃあ手旗折り機、実際にこれを折っている様子を見てみたいと思いますので、こちらの動画ご覧ください。はい、こちらが手旗折り機です。手旗折り機は、後ろからテープをこうぐーっと引っ張ってきて一本一本中に通していくんですけど、途中にこのように重りを乗せてテープ一本一本の、テンションですね、はい、張り具合を調整します。で、両サイドにこの細い紐を通しているんですけど、この紐をぐーっと張ることによってテープが、中にギュッと寄らないようにするための役割を果たしています。で、縦に通したテープを、上下に交互に開きながら、その間を横のテープを通していくんですけど、横のテープを通したらこの押さでトントンとテープを詰めてあげます。で、この縦のテープを、開いたり閉じたりする役割は、する仕組みは、足でペダルが2つあるので交互にそのペダルを踏んで、はい、テープを開いたりまた反対側に開いたりという形で、縦のテープを開いて中をこの横のテープをこのような形で通していきます。はい、これ今は交互に1本ずつ横のテープが上がったり下がったりしてるんですけど、この辺は、テープの通し方によってまたこの編み方っていうのを変えることは可能です。で、あと横のテープの色を変えたい時はまた別の色のテープをこのように差し込んで、はい、また手でトントンと詰めてあげます。こんな形で、横の柄を変えたいときは、また別の色を交互に入れていくんですけど、この時に、何本目のテープの色を変えたいか、まあ、これ間違えちゃうと出来上がった後に直すことができないので、まあ、丁寧に1本ずつ数えながら、はい、横の柄のテープ、横の違う色のテープを入れ込んでいきます。こんな形で、1枚ずつあの手旗折り機を使ってこのハンモックチェアの座面は作られています。で、途中このトントンとやるシーンがあったと思うんですけど、このトントンの力加減によってこの座面の、風合いですね、これがかなり変わってしまうので、トントンと力強くやるとこれがギュッと縮まって、ゆるくやるとこれがゆるゆるになってしまうので、ちょうどいい塩梅のトントンというのが大事だということです。はい、こんな形でハンモックチェアの座面1枚ずつ手旗折り機を使いながら手作りで折っていますので、ぜひ、本社前のショップには、こちら、展示していますので、座って風合いなども確かめてみてください。はい、それでは今日はハンモックチェアに使われている座面の、手旗折り機のご紹介でした。今日も一日頑張りましょう。